こんばんは、平井弘明です。今回はですね、リクエスト動画として撮らせていただきますが、調子が悪い時にコースでどうしたらいいかということのリクエストいただいたんで、その調子が悪い時のコースでの対処方法などを解説していきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。例えばその調子悪い判断がどこなのかって人によって違うと思うんですよ。例えば点数で表すとしたら、60点を切ると調子が悪いって判断する人もいれば、40点切ると調子が悪いって判断する人とかも出てくると思うんですよ。なんでどこまで我慢できるか、どこまでが自分の許容範囲かっていうのが大事になってくるんで、ちなみに僕は半分、50点ですね、50点を下回ると調子が良くないなって判断します。その50点を下回る時って何が原因でそうなってるか、調子が悪くなってるかっていうと、そもそもできてなきゃいけないことができてないっていうことが多いんですよ。要は体の調子は悪くないんだけども、ゴルフの調子を落としてしまってる時、それは単純にクラブの運動量が少なくなってる時がほとんどなんですよ。それ僕以外にもそうだと思うんですけども、例えば体調を崩しちゃってでゴルフの調子を落とすんだったら、もうそれはしょうがないですね。しょうがないって言い方はあれですけど、体の調子の回復を待ってゴルフの調子を上げていくしかないので、無理せずちょっと休んでいただいた方がいいと思うんですけども、もう体はもう元気だよと、ただゴルフの調子が下がってるよっていう時って、単純にクラブの動きが足りてない時がほとんどなんですよ。それどういうことかというと、手打ちに調子はないんです。手打ちをしていると調子が悪くなることがないので、体の動き方で調子を崩している方がほとんどというか、ほぼ調子の悪い原因って体なんですよ。なのでもっとクラブのスピードを生かしてあげることができると、調子を崩す波度合いっていうのも減ってくるんで、もう本当単純な話しますよ。単純な話して、体使わないで打ったら調子、もう今のめちゃくちゃナイスショットなんですけど、要は調子が悪くなりようがないですよ。クラブしか動いてないんで。そうだから、そこに例えば欲が加わりますよね。こういうボールを打ちたい、飛ばしたい、何かしたいってなってくると体を使うんですよ。そこも使う人と使わない人に分かれるんですけど、僕は何をしようとしても体は使わないんで、あんまり調子の波ってないんですけど、だから例えば体の動きをメインとして考えてる方はどうしても波が来ちゃうので、その波を越えなきゃいけないですよね。その時に体の動きを落とせてクラブを動かせれば、うまくその波を越えられるんで、その意識は調子が悪くなった時に持っていただいた方がいいと思うんですよね。本当にゴルフのスイングの前の段階の話をすれば、クラブが動いてたらボールに当たるっていうことをまず考えてもらいたいんですよ。でそれができてないんで、要はいいヒットをしないで調子を崩してるっていうのがほぼほぼ前提としてあるんで、クラブが本当に動いてボールにヒットしてあげる、これがもっともっと単純に頭の中にポンとシンプルに入ってくると、その体の動きをメインとしてスイングを考えなくなるんですよ。どういうふうにクラブをボールに向かわせればどういう球が出るかっていう考えになってくるはずなんで、そうすると調子の波っていうのは減ってくると思うんですね。なんでそのコース、特にコース出た時なんかは一発勝負で、でまして下がこう人工芝じゃないんで、そのコンタクト、ボールへのコンタクトがすごいこうシビアになりますよね。なので余計にミート率だったり安定のスイングっていうのを求められるんですよね、コースっていうのは。なのでそれを、まあ、再現性を高くするためにクラブだけ動かすことをメインとして、プラスその次に体を動かしてあげると、より再現性の高いスイングになりますので、コースではより有効かなと思います。今回はですね、調子をちょっと崩してしまった時にどうすればいいかっていうリクエストいただいたんで、それを動画にしてきました。本当に何をやりたい、これをやりたいっていうのが多ければ多いほど、そのゴルフってすごく難しくなるんで、そのゴルフのスイングへの理解っていうのもシンプルなものがすごい大切になってくるんで、もう一度そのゴルフのスイングでなんでこれをやってるのか、なぜそれを自分で今取り入れようとしてるのかを理解して、スイング作りだったり調子を上げるための練習なんかをしていった方がいいと思います。
では気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。例えば、体の動きが良くなくて調子を落としている場合はその体の回転スピードをちょっと落としてゆっくりにしてクラブのスピードをわざと勝たせてあげるスイングをその単純にやってみた方がいい。そう、例えばスイングが普通のスイングがこれぐらいのスピードだとしたら今ので多分体が6クラブが4ぐらいなのだからミスショット出てるんだけどそれをクラブの動きを勝たせてあげる、こういう風に。そう、そうすると同じ力感であれだけ飛距離が違うミート率も変わる。そうだからこの状態を作ることがまず最優先、調子が悪くなった時に。体の動きを抑えても、飛ばなくなったりとかしないと。飛ばなくなったりは多少するけどそれは腕の力感だったり今クラブに伝える力あるじゃない、それも一緒に緩くしてたら距離も落ちる。ああ、そんなんだ。そっか、足し算で10になればいいわけだから、そうそれが変わんなかったら落ちないはずなんで。そうなの10が変わんなかったら落ちない。そういうこと。そうだからこれが10対0じゃない、でこれが9対1、これが8対2だとするじゃない、そうだからそれがそう今登録の言ったように足して10だったら変わらない飛距離は。そうその分クラブ動かしてあげれば変わんなくなってくる。で単純に5対5より体が上回る、体が6でクラブが4になった時点でほとんどの人は調子崩すと思う。本当に特殊なショットを打たない限りは調子は崩れるとは思う。クラブが間に合わないからインパクトに。そうだから絶対クラブの動きがメインとして考えなきゃいけないからクラブの動きが負けてたらいいショットは打てない、それはもうほぼほぼ絶対条件としてやってもらいたいポイントになります。では以上になりますのでご視聴最後までありがとうございました。